腹ペコペンギン劇団の川本恭介です。そうですね、まあ、劇団としての公演は、まあ、割とここ最近の例年通りということで、まあ、この時期が来たなっていうところなんですけれども、まあ、やっぱり今年はね、ちょっとこう異例の、まあ、ちょっとこういう年になりまして、まあ、こういう中で、まあ、稽古を、ね、こう始められるっていうのは、まあ、やっぱり緊張もしますし、まあ、嬉しさもありますし、まあ、多くの、ね、私自身も含めてですけれども、あの役者さんが、ね、なかなかちょっと芝居の現場から離れてた中でのリスタートっていうか再開っていう形で、何が、ね、自分たち自身これから作っていけるのかなっていう、まあ、期待と、まあ、不安と、まあ、そういったことで、まあ、でもワクワクしてます、はい、本当にどういう形で、まあ、受け取っていただけるかっていうのは、まあ、そこはもうやっぱり不安はあるんですけれども、特にこのお芝居の中身に関しては、今までの割と腹ペコペンギンのテイストがギュッと詰まって、初めて見る方にも非常に楽しんでいただける内容になっていると思いますので、まあ、こういう機会だからこそ、まあ、こういう形式でより多くの人に腹ペコペンギンの作品に触れていただけたら、もう本当に本望だなっていうところですね、はい、チケット購入結構難しそうですね。そうですね、まあ、そのあたりをいかに、ね、多くの方々にこう分かりやすくアテンドしていけるかっていうのも、これからの、その劇団の、ね、取り組みにかかっているのかなっていうふうには思いますけれども、うん、まあ、逆に演劇にあまりこう親しみがなかった人たちからも入れるこう今回方向にもなっているのかなっていうふうには思いますので、これをいい機会と捉えて取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。